おまかせ、出まかせ、エンジェル。まったく、なんで私があんたなんかと一緒に行動しないといけないのよ。それはショコラの上司、シャーリー様の決定だから仕方ないわよ。その質問はもう10回目じゃない？もしかして、ショコラってば健忘症？誰が病気だって？10回もつぶやいちゃうほど、ミルフィーと一緒なのが憂鬱なのよ。あら、私はショコラと一緒で結構楽しいわよ。あなたって見てて飽きないし。何よ、あんた私をバカにしてるの？そんなことないわ。誤解よ、ショコラちゃん。とにわかってるの？私とあんたはライバル同士なのよ。それなのに。あ、ショコラ、ちょっと黙って。兄よ、私の話なんて聞いてられないっての？ミルフィー、やるんなら受けて立つわよ。もう違うわよ。ほら、感じない？人間さんが発する願いの波動。何？願いの波動？はあ、ほんとだ。弱々しいけど、確かに願いの波動だ。よーし、行くわよ、ミルフィー。あ、待ってよ、ショコラ。ずるいわ、私が先に気づいたのに。ねえねえ、ミルフィー、これなんだろう？このボタンがいっぱいついてる箱。そう、何かしらね、ショコラ。とりあえずいじってみたら？なになに？あの箱に絵がいきなり浮かび上がって。うわぁ、動いてる！ショコラ、それテレビって言うらしいわよ。へえ、このボタンがいっぱいついてる箱が、へえ。違う違う、それはリモコンなんだって。うん？何がおかしいんだよ。一人で笑うなんてバッカじゃないの？まあまあ、ショコラ。この人は一人で笑うのが趣味なのかもしれないじゃない。他人の趣味に口出しするのは良くないわよ。ミルフィー、あんたいっつも私の言うことに盾つくのよね。やる気なの？そんなことないわよ。もう、ショコラのオカリンバさん。この、上等だ！あんたのその曲がりくねった性根、私が叩き直してやる！ああ、暴力反対！夢じゃない！エンジェリック！現実、現実。受け
ないぞ。目の前の奇跡を無視するなんてね。奇跡がエルボーなんてするかしらね。ショコラってほんと乱暴なんだから。大丈夫お兄さん。うっさい。悪魔が天使のすることに口出すな。私は悪魔やめたんだってば。ショコラこそ天使やめさせられるくせに。まだ決定事項じゃないでしょ。勝手にやめさせるな。私が天使になるから決まったようなもんじゃないの。オホホホホ。こんな天使擬態悪魔め。あー、天使の皮をかぶったけだものが襲ってくる。セーブするの？セーブするわよ。私が冗談みたいだって？あんたも喧嘩売ってるの？えい、エンジェリック飛べ。ショコラちゃんは天使よりバラエティ番組に向いてるかもね。何よ。ですから、これがあなたたちの最後のチャンスになるの。頑張りなさい、ショコラちゃん、ミルフィーちゃん。あの、シャーリー様、いきなり最終チャンスと言われても、何が何だかわかりません。それに、なんで悪魔のミルフィーがここにいるんですか？ああ、それはね。あら、私は天使だもの。天界にいても何ら不思議はないわよ。あんた悪魔でしょ。あーくーま、天使違う。ほらほら、かわいい天使の耳。そのわざとらしい羽耳は悪魔力でそうしてるだけじゃない。ほら、その悪魔の尻尾は何よ。これは個性かな。天使にそんな個性があるか。チンピラ天使だ。にゃー、おっぱい触らないでよ、変態天使。やけどしちゃう。やめて、尻尾離してちょうだい。ダーリン、お願いだから邪魔しないで。それから二人も静かにしてちょうだい。大事なお話の最中なのよ。シャーリー様、そんなチンピラ天使がどうしてシャーリー様の恋人なんですか？それよりも彼のような天使が存在することが不思議ですわ。まだ尻尾ヒリヒリします。あのね、二人とも、ダーリンにもいいところはあるのよ。多分。どこですか？聞きたいですわね、今後の参考に。あ、そうね。何よ、シャーリー様はあんたのせいで困ってらっしゃるんじゃないの？そうですわよ。最悪じゃん。シャーリー様って恋人運が悪いのね。ダーリン、お願いだからもう喋らないで。お願いだから。分かってくれたのね、ダーリン。愛しているわ、ダーリン。
様、大事なお話はどうなったんですか？ギャッ！そうね、そうだったわね。ごめんなさい。ダーリン、それじゃあいいかしら。まずはショコラちゃん。はーい。元気がいいわね。でもあなたはちょっとその元気がありすぎるみたいね。お仕事を力いっぱい大雑把にやってしまうから、いつも失敗ばかりよね。だから祝福試験を受けてもらうことになったの。合格できなければ天使見習いに降格してしまうわ。そんな、見習いになんて戻りたくありません。だから試験を頑張るの。わかるわね、ショコラちゃん。もう、わかりました。落ちこぼれ天使ってわけね。間に合わ、行ったな、ミルフィー。二人とも静かに。今度はミルフィーちゃんよ。あなたみたいに天使になりたい悪魔なんて今まで前例がなかったの。でもあなたのその熱心さに、一回きりだけど祝福試験を受けれる許可を天使長様からいただいてきたわ。この試験に合格すれば特例で天使になることができるわ。主よ、感謝します。はじい、口から火が。悪魔の口で天使の真似事するから拒絶反応を起こしてやんの。イエーイ、悪魔っ子。ショコラ、私はもう悪魔をやめたんだから。静かにしてってば、二人とも。いいこと、人間界に降りてたった一人だけでいいわ。人間を幸せにしてあげるの。それが祝福試験になるわ。なんだ、楽勝じゃない。たった一人でいいのですね。ただし二人が同じ人間をターゲットにして競う形でやってもらいます。それってミルフィーと一緒に行動しないといけないってことですか？そうね。なぜそんな形式なのでしょうか、シャーリー様。それはね。それは今期の天使受付枠がもう一つもないから。天使枠が一つもないんですか？それじゃあミルフィーは最初から試験を受ける意味はないんじゃ。そうじゃなくて。ん？何目をそらせているんですか、シャーリー様。そうなのね。大丈夫よ、ショコラ。天使枠は一人分ならすぐに開くから。何よ、気色悪い笑い方して。天使枠が開くってそんなこと。え？もしかしてシャーリー様。そんな目で見ないで、ショコラちゃん。シャーリー様、祝福試験って私とミルフィーの二人が一緒にやるんですよね。そうね。合格者は私かミルフィーか、どっちか一人。すぐに悪天使枠って私のことか。ショコラはもう一度天使見習いから頑張ればいいじゃないの。きっと可愛いわよ、天使見習いに戻ったショコラちゃんは。何がどう可愛いのよ。天使見習いに戻るのは当然嫌だけど、私の代わりにミルフィーが天使になるなんて、そんなのもっと嫌よ。私だって最初で最後の天使になれるチャンス逃しはしないわ。ショコラには悪いけどね。ミルフィー。なに、ショコラちゃん。いきなり出てきて肩をポンと叩くな、チンピラ天使。エンジェリッククラッシャー。
私はまだ天使から落っこちるって決まってないの。大体私よりあんたの方がよっぽど天使失格なんじゃないの。私だってそうよ。私はどちらが天使失格でもいいんだけどね。あんたね。あ、もう喧嘩しないの3人とも。しょうがないわ、今から試験開始するわよ。あ、突然足の下に穴が。あ、落ちる。いきなりなの。二人とも頑張って。陰ながら応援してるわよ。どっちの応援してくれるんですか。私に決まってるじゃない。何を。あんたは黙ってなさい。というわけなのよ。つまり私がお兄さんを幸せにして天使になっちゃうってことなの。よろしくお願いね、お兄さん。何言ってるのよ、ミルフィー。私がこいつを幸せにしてやるの。んで、天使の座をキープするの。うん。私は今も立派な天使、エンジェル。ほら、この天使の輪っかが見えないの？ならないわよ、ミルフィー。この天使の輪は本物。当たり前でしょ。この神々しい光が感じられないの。もう今度から気をつけてね。正直なお兄さんね。ちょっと、ほらこれこれ、よーく見なさいよ。あんた、私は正真正銘の天使なんだから。んでミルフィーは悪魔なんだから。ほら悪魔の尻尾、こんなのついてるんだよ、こいつ。なんであんた暑がらないの？拒絶反応は？ショコラ、私じゃ同じぐらいのレベルだからでしょ。ああ、話して。私ってあのチンピラ天使よりレベル低いわけ？なんかムカつくな。いい加減話してよ。うるさい。わかったわよ。ほら話した。でもね、ショコラ。兄よ。天使の輪を見せないと天使だとわからないというのは天使としてかなり問題だと思うわよ。余計なお世話よ、ミルフィー。ん？何？私の勝手でしょ。ああしてフードかぶっていないと天使の輪がどっかに行ってしまいそうで不安なのよね。ほんとショコラって可愛いんだから。ミルフィー、何言ってるのよ。あんたも納得しない。とにかくあんたを幸せにしないと、この大事な天使の輪っかがミルフィーに取られちゃうかもしれないのよ。ほほう。じゃあ昨夜のあれは何だったの？
なあ、ごまかそうとしてる。あ、この声は俺が大好きな憧れの彼女の声だ。てれー。あ、前川さんだものね。思い人がいるんでしょ、お兄さん。うん、あんたの夢の中に入っちゃったよ。なかなかうまかったな、あんたの勢力。天使力が切れかかってたからちょうどよかったよ。ほんと助かったわ。お兄さんを探知するのに意外と悪魔力を消費しちゃったもんね。そんなお化けと一緒にしないでよ。仕方ないのよ、人間界では私たち天使の天使力は消費されるばかりなの。だから代わりに人間の勢力をちょちょっといただいて補給しないとすぐにフラフラになっちゃう。悪魔力も以下同分よ。お兄さんの勢力はかなりいい質だったわ。自信持っていいわよ。多分動けなくなっちゃって最悪の場合は熱してしまうでしょうね。まあね、でも天使から落っこちるかどうかの瀬戸際だもん。生死の危険があるのは当たり前よ。私だって悪魔が天使になるなんて普通なら絶対無理なことだもの。命の危険ぐらい平気だわ。さーて、それじゃ行くよ。そうね、善は急げというものね。もちろん、あんたがエッチしたがっているエロエロなあの子のとこよ。でもあんなにエッチだったじゃない。自分からあんたのものを求めてたし。ショコラ、エッチな前川さんはお兄さんの願望なのよ。本当にできないことだから夢の中の思い通りになる前川さんにやってもらったのね。そっか、あんたエッチなんだな。そうそう、女性にあんなこととかこんなことをしたいと思うのは男の人にとって自然なことだもの。うんうん、大丈夫よお兄さん。さて、それじゃお兄さんの欲望の対象、前川さんのところへ行きましょう。私が愛のキューピッドになってあげるわよ。違う、私が叶えてあげるんだってば。へえ、ここが人間たちが勉強するための場所なんだ。ふーん、すっごいな。あ、人間がいる。あ、あそこにも。ショコラってば、単に人間界の施設を珍しがっているだけね。可愛いったらありゃしない。ミルフィ、今なんか小バカにされた気がするんだけど。あら、気のせいよ。ショコラが可愛いって言っただけよ。そうかな、なんかバカにされてたような。恥ずかしい？何言ってるのよ。そうよお兄さん、私たちは。え、どこどこ、どこにいるのよ。どなたですかお兄さん。あれか。まあ、可愛らしい方ね。よく知ってるね。あんた、ストーカー？
自覚のないストーカーが一番怖いらしいわね。まあまあ、図星疲れたからって慌てない慌てない。たとえお兄さんがどんなに変態な人でも、私たちはお兄さんの味方だから。セーブしますか？セーブしますわ。